久しぶりだな。運が悪かったんだよ。お前らは東都銀行の貸金庫にあった組の金100億盗まれたってのは本当ですか？ふざけんな！100億言うたらどんだけの血流れてるか分かっとんのかこら！お前じゃない。私は遥か。お前じゃない。俺はどうしても100億を手に入れたい。これには100億の価値があるんだよって。なんでお母さんに会えないの？俺はあいつのために命張ってやろうと思うんだ。死にてえやつだけかかってこい。世界で竜と呼ばれる男が一匹でええんです。カムロ中に派手な花火がドカンと一発打ち上がるんです。これが花火。西と東の大戦争、思う存分暴れたり。何が任侠や。あなたを傷害の現行犯で逮捕します。俺たちは待っていたんだ。復讐の時をただひたすら待っていたんだ。あれからもう20年以上経つのか。人はね、そんな簡単に割り切って生きていけないのよ。目の前で女殴られて引き下がれるほど大人じゃねえんだよ。本物の竜はどっちか決着つけようやないか。お前は行け、そして生きろ。俺にはまだやることがある。